すがに閑散としているわね。荷物をまとめるのが早い学生はもうとっくに学園を後にした頃だものね。それにしてもあんなにも美しかった学園がこの有様、やはりディアボロス教団は何としても滅ぼす。入荷。はい。ふう、ここで何してるの？任務です。学園を襲撃した者たちの教団の痕跡が残っていないか探るようにと指示を受けています。なるほどね。シャドウ様、いえシド様はそのお荷物を取りにいらっしゃったんですか？うん、まあね。ではもうお帰りになられるところだったんですね。お引き止めして申し訳ございません。なあ、いいよいいよ、帰ってもやることないし。あのそれならしばらく一緒に歩きませんか？もし悪魔付きとして公爵家を追われなければ、私はあのままこの魔剣士学園に通っていたはず。そうしたらシャドウさん、いえシド様と同じ学園で学ぶことができたのだから、少しくらいその雰囲気を味わってもいいわよね。もしガンマ様に知られたら任務に身が入っていないと叱られてしまうかもしれないけど。歩く？もちろん任務の一環です。学園内を一人で歩くより二人の方が目立たなくていいと思うんです。いかがでしょうか？わかった、いいよ。この後の予定はないしね。急なことなのに快諾してくださってありがとうございます。そうでなければわざわざシャドウ様の視界に入るような歩き方はしなかったわね。シド様が荷物をお持ちでなければエスコートをお願いしていたんですけどね。そうなの？潜入で大事なのはリアリティですから。でも今回は諦めます。まずは大講堂の方へ行きましょうか。わかった。ひどいありさまですね。本当にひどいね。何でも無差別殺人、監禁、放火、強盗、その他諸々を引き起こした極悪な集団らしいね。シャドウガーデンという組織は。ああ、手配書をご覧になられたんですか？ご覧になるも何も至る所に貼られてるから。建物の修復もまだだというのに、よく嘘まみれのあんなものを掲示しますね。まあいいよ、気にしなければいいことだし。すでに騎士団によってめぼしいところの調査が終わり、教団の痕跡といえば破壊された建物以外は見るべきところもありませんね。研究室の方も見に行く？入れるのですか？入れるんじゃない？僕らはこの通り学生なんだから。確かに学生、たとえ姿形を真似ただけの偽の学生だとしても咎める者はまずいないだろう。ただ事件発生時、研究室は随分と荒らされていました。その後の火災によって貴重な蔵書も失われ、もう見るべきものは残っていないはずですが、申し訳ございません。反論するつもりではないのですが。ですがなぜそのようなご提案を？シド様ほどの方であれば私が言った程度のことを思いつかないはずありませんよね。行きたいかと思って。私がですか？うん。あのどうして私がそのように思っていると？研究室は紅の騎士団のメンバーが倒れてた場所だ。え？ああ、はい、そうですね。
事件発生時シド様と一緒に確認しました。獅子ひげのグレンの亡骸と気絶したマルコ・グレンジャーの姿。マルコ・グレンジャーは元言い名付けでしょ。はい。てっきり気になってるのかと。いいえ、まさか。そのようなことはありません。過去はもう捨てましたから。マルコ・グレンジャーのことは本当に今さら何とも思っていないわ。でも過去を全て捨てきれてはいない。だから今だって本来そうであったように学生気分を味わいたいって。未練がましいわね。シド様に余計な気を回させてしまい申し訳ございませんでした。過去を捨てきれていないことが愚かにも透けて見えていたのでしょう。今後はこんなことがないように気をつけます。あれもいらない、これもいらない、そうやっていらないものを捨てていった先にどうしても捨てられないものが残る。まあどうしたって自分の中から捨てられないものはあるんだ。そういうのを大切にしてもいいと思うけどね。捨てなくてもいいのかしら。例えば胸の中にそっとしまっておいても、捨てなくても進めるものでしょうか。本人次第かな。私次第。そうですね、そういうものなのかもしれません。未来に進めるかは私が決めること。確証があるわけではないけど、尊敬するシャドウ様たちがいてくだされば、きっと。どうかした？はい。僕の気のせいかもしれないけれど、今なんか吹っ切れた。そんな気がしたから。そうですね。この方には隠し事ができない。どんなに取り繕おうとも、私の内心まで全てお見通しなのだ。シド様、ご存知ですか？私のニューという名前には新しいという意味もあるんですよ。ん？あの時の私に新しい生き方を与えてくれたこと、そして今新しい考え方を与えてくれたこと、感謝してもしきれません。シャドウ様、未来へ進む努力をするためのチャンスをいただきありがとうございます。よくわからないけど、どういたしまして。二人で恋人みたいにおしゃべりをして学園生活を送る未来を想像してしまう自分を未練がましいと。笑わなくてもいいのかもしれない。捨て去った先に最後に残ったどうしても捨てられない思い、これからも大切にして私前を向いて歩いていきます。どうかされましたか、シャドウ様。どんな時でも御身のそばを離れません。疲れてないかだなんてもったいないお言葉です。シャドウ様のお役に立つことが何よりの幸せなのです。では参りましょう。